カモンさん、何してはるんですか？キレのある動きと絶妙なルックスで笑いを作るナインティナインのオカモン。昔からテレビでは誰よりも動き体を張る場面を見せてきており、躍動感とエネルギーを与え続けてくれている。そのお笑いのスタイルとは別に、誰よりも真面目な人であるという話も有名で、周りのスタッフへの気遣いや、良識ある言動などもエピソードとして語る方は多い。相方のニャベにして常識人と評されている。そんな、いつも元気であるイメージがあったオカモンがみんなの前から消えた時期がある。それは2010年のこと。当時はレギュラー番組であるめちゃイケやぐるナイはもちろんだが、映画出演なども重なり、多忙に多忙を極めていたオカモン。そんなさなか、相方のニャベがオカモンの様子が少しおかしいことに気づくのである。それはめちゃイケのオカレモンのロケ終了後、楽屋でオカモンがニャベに話しかけたのだ。なあ、相方。どうしようお金ないねん。はい、お金ですか？そうや、財布見てくれ、お金なくてロケにも行かれへん。いや、オカモンさん、財布になくても銀行にはあるわけじゃないですか？すごい家賃のところに住んでるでしょ。いや、銀行にもないねんて、どうしよう。ほな帰ります。いやまだ話途中じゃん、冷たいやっちゃな。どう考えてもおかしな言動のオカモンに対し、ニャベは当時のマネージャーに相談することになった。休ませよう。ニャベがそう考えるのも当然で、その後もオカモンの様子は戻ることはなく、悪くなっているようであった。なんか俺臭くないか？どや？臭くないか？なんか俺痩せていってないか？どや？大丈夫て、適当に言うてるやろ？冷たいやっちゃな。仕事に対して責任感が強すぎるオカモン。休みましょうというのは、酷だが、強い気持ちで伝えなくてはと感じるニャベ氏。その日は夜中であったがメールを送り、オカモンの家に行くことにした。今日、ちょっと会いたいんですけど。あ、来よる。来てくれるわ。また会えるわ。少し休んで、体調整えてから復帰してはどうですか？うん。ほな、また来ますわ。あ、また行ってしもうた。冷たいやっちゃな。その時は相談のような形になったが、フジテレビの番組スタッフとも相談した結果、ニャベからオカモンに休養を言い渡すことになったのである。オカモンさん、休みましょう。相方、それだけは勘弁してくれ、それだけは嫌やねん。今回は、スタッフの人とかとも話してます。今回はその意見が正しいです。休むのだけは勘弁してくれ。仕事を休んだことなどなかった真面目なオカモン。プロ失格と言われているような休養という言葉に、相方のニャベも初めて見たという表情だった様子。しかし、オカモンの様子がおかしいのは明らかであった。ニャベ氏の説得により、オカモンは結果的に5ヶ月間仕事から離れることになる。当時のめちゃイケでは、ニャベがオカモンの休みを説明する会が設けられた。めちゃイケのエースだろうが、そんなに悪いのか。今は、休ませてあげた方が良いかと。スタッフにも迷惑かかるけど、そういえばオカモンってスタッフに飯おごるとかそういうのないよな。よし、俺と焼肉行こう。当然、めちゃイケだけではなく、ぐるナイからもしばらくオカモンの様子は見られなくなった。予定していた映画の宣伝などもなくなり、完全にオカモンは仕事から離れることになった。後に、オカモン自身が語ったこと。その時はテレビもラジオも聞けなかったという。外のキラキラした情報を聞くと参ってしまっていたのだと。オカモンは芸能界を辞めるつもりでいたとのこと。もとより、芸人という世界に誘ったのはニャベ氏からで、自分が誘わなければオカモンはこんな苦しい思いをせずに済んだのではないだろうか？この時のニャベは、そう考え、オカモンが戻らないことも覚悟していた。しかし、オカモンはニャベの元に帰ってくることになる。その様子は後編でお伝えします。